オンオフっていうのは何ですかね。ここにオンオフありますよ。一回切ってみますね。そこまでは来てるから、こいつは動いてるから、ここでトラブル起こってるんですね。そうですね。きれいにピラミッドになってどうしようかどうしましょう。なんかないですかね、うまく切る方法。
ありがとう。練習のつもりで気泡だらけのゴム切るのもまたよし。いやもうこれだけでコストかなりかけてて、液ゴムこの量だぜ。こんな量だよ。2缶だぜ。アナログで脱法する方法とかカズピーさんわかんない。バルブ当てる？バルブ、バイブ当てる？ああ、そっか、振動か。液ゴムの。ああ、そっか、バイブか。振動こそも。バイブなんてないですもんね。消音パッキンにかけたらもう意味ないですもんね。母さん、それだね。それ？それだね。バイブ。そっか。初歩的なことを忘れてたわ。お。来た。ただそれで液ゴムが抜けるかってことですよね。石膏は抜ける。石膏はできるんだけど。液ゴムでそれできますか？この粘りっすもんね。あ、電話。あんまだ。電話じゃない。あんま消え。あ、来た来た。やろう。来た。カズピーさんありがとう。やってみます。ありがとうアドバイス。じゃあここでやろう。
下から当てて、ここ持ってましょうか。俺が上に乗せればいいのか。この下に何か引いた方が今の状態だと、ね、そこでやった方がいいんじゃないですか。これだとクラクラしますよ。大丈夫ですか。みんな見えない。あ、いや、角度変えます。配信のことも考えないといけないという、このこんな感じかな。これ見える？ちょっと一回、まだ前にね、ちょっとこれで、ちょっと待って、シールは包帯でやりましょう。 OK、いいよ。せーの、大丈夫、どうぞ。玉ちょっと見つけ、はい、抜けてない感じはしますけどね。抜けてる感じは全然僕にはそうだね。上ですか。いや、はい、はい、はい、にし、微動だにしない印象ですね。あるよ。あ、来てるかも。上行ってるよね。行ってます、行ってます。あってるよね。すっげえ時間かかるだろうけど、もうやるしかないですよね。4時間これで、血流やばい、指の血流いや、これどうなんだろう。行ってます？ん？行ってます？行ってるね。行ってます？本当ですか？うん、俺ここしか見てない。うん、この上の方も詰まっていかないとダメじゃないですか。うん、行ってるようには僕には見えないですけど。一回変わる。はい、ゆっくり行ってます。あ、うん、お、鉄を押せる。行きます。行きますよ。ちょ、ちょ、はい。はい、でいいですか。いいよ。行きます。変なものも。足んないですよね。重さが足んない。変なのかな。そう、不安。うん、全体的に向いてる。行ってます。うん、ビニール袋に入れて掃除機です。さっきの作戦。そう、さっきそれをね考えてたんだけど、それやって、掃除機の威力がない。やってみようか。でもやってみよう。そうか、僕も、うん、手がこれやばい。手が痛い。いやー、もう痒いですよね。毛細血管まで血液が、うん、これはジクジク。これはダメですね。掃除機これだからね。ビニール袋かぶせて。YouTuber の企画みたいになってきた。やってみよう、いろいろ試してみようけど。いやー、厳しいっすよね、それだと多分。
スーパーの鳥。すげえかゆっ。吸えないと思う。でもこれもしこれで成功したら学生にすごい希望を与えますよね。この高級脱法器を買わなくていいというクレームが来ますよ。クレームが業界からできんじゃねえかっつって真空は掃除機で作れるっていうそんなわけないですよね。それと同じようなさ、はい、あの、はい、バレルはあの扇風機で作れるっていうか、はい、あれ YouTube かなんかに流れてすげえいかつだもん。業者がちょっとやめてほしい。ネタバラすんじゃねえよ。バレルってなんすか。バレルってこれなんなんすか。これあの右側の洗濯機。あこれいらなかった。かぶせて、で、口を切らないのじゃないですか。いや、下から吸っちゃうじゃん。がっぽり。違う違う、これを入れちゃう。あ、下に。このまま。はい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 。で、置く。置いて。で、あ、ここにも。これだ。あれがあった穴、穴が。定期的に穴開いてもやめてほしい。第2弾です。これごともう、うん、今ね、ここから空気が出るわけだから。いやだからそこ、ここまでですよ、ね。そこまで。ちょっと待ってください。ガッツガツにしないと。テープでこんなにバン見ればいいんじゃないですか。行きます。はい。そんなパワーで吸い込んだら皮膚とか剥がれますよ。この空気が抜けて皮膚にバーンってやったら皮膚ベリベリ剥がれますもん。それはそうなりますよね。それは無理だわ。それは無理だわ。どうしよう。マジか。どうしよう。マジで奇跡起これ。一回だけでいいんだから。一回だけ真空来い。一回だけ奇跡起これ。一回だけ。
こういう部屋。一回だけ来い。おお。いい音が鳴る。この音はいい音なんですか。この音は。ダメな音なんですか。いい音なんですか。いい音なんですか。いい音だけど、ただどっかで響いてるだけで、これに似た感じの音が鳴るんですね。うん、ああ、やばいやばいやばい。やばいよ。ああ。ピンチだよ、みんな。マジピンチだよ。やばいっすよ、おめえ。気がしなかった。横に当てたりとかじゃダメなんですか。下からなんですか。横に当てるんだったら、はい。パキッていったらどうする。いや、行かないですよ。やってみましょう。行かないですよ。直当ての方が僕は。ああ、知らんな。すっげえ、なんか、無能浸透起きそうだよ。こちら揺れてないと思う、全然。乗っける方が、要はこれを揺らして上に上げるって原理ですもんね。そうそう、そういう原理。こっちの方が、そうですね、効いてるな。すごいね。いやー、非生産的な気がする。微動だにしないイメージですよ。ダメっすね、うん、手が痒くなるだけですこれ、うん、いよいよ効果始まってないか。まだいけるか。もうちょいっすね。もうこいつが奇跡を起こしてくれるしか考えられないです僕には。仕方とか右とか左とかないですか。何周回る構造じゃないですか。これ別にないですか、うん、あ、来た。
なんか、あ、なんか取れてる。絶対そいつだ。それだ。これだよ。え？こいつだよ。なんだよ、これ。これなんすか？いた。犯人。物理的に破損してるじゃないですか。パーツ出てきた、なんか。歯車系だ、これ。これダメっすよ。歯車がっつり折れてるんすもん。なんかパーツ出てきた中から。だから、そことの接合部が多分、バキっていって空回りしてるんすよ。うん。そうだ。そうですよね。こいつを攻め線でくっつけるっていう。そういうことやるんすか？やるよ。マジっすか？当たり前ね、クラフトマンだよ。すげえな。この取れたパーツをこの歯車らしきものを今からくっつけるそうです。ちなみに我々はこれが一体何なのかは全く理解してません。クラフトマンっていうかもうなんかそのうち何かを作り出すんじゃねえかっていうか、ドイコさんいたらなんか文明を作りそうな気がする。あのアフリカとかに連れてったら。すげえな、作るんだ、直すんだ、すげえな。もう俺は心折れてるけどな。すごくない？この気合、この出てきたパーツでこいつをくっつけるって言い始めたよ。やば、俺心折れてるけどな。直すんだ。直すっていうかどうなってんだこれ。見えてるよみんな、問題ない？やる気だよ。これ何なんだ？でもこれ絶対割れちゃいけないパーツだと思うんだよな。圧力かけすぎたのかな。腹減った。やるんだ。そうでしょ。ちなみにこの機械新品で買ったんですか？買った時いくらぐらいしたんですかこれ？30万ぐらいしたか。これとこれと、はい、これのさっき70万。今もっと高くなってる。あ、そうなんですか。今までびっくりした。高くなってます。え、全く同じよ、あの変わってないですか？昔買った時とその根本的なそのデザインというか機構というか。変わってないですか？進化してもしてないし。しないですね。もうこれはこういうもんなんですね。完成形なんですね、これで。アメリカからこのパーツ取り寄せて直すとかいう気にもならないですもんね。うん、絶対これですよね、犯人。うん、そうですよね。これだって歯車的な。アメリカのなんか車直す親父みたいになってきた。ハーレー直す親父みたいな。このパーツの。
なんか、ここ、なんか、そのうちこれ作るって言い始めるからね、ほんとに。ゆうこさんやるからね、マジで。このパーツを忠実に再現して、強度上げるとかやるからね。日本のメーカーないですか、スナップ。いや、もっといいのあるんじゃない。あ、あるんですか。ただ、こんなにほら、はい、向こうは合理的だから。あ、これはこれ、これはこれになっちゃう。そう、日本だとね。あはは。あ、外れるか。すごい展開になってきたな。もうわけわかんねえ展開になってきた。こういうトラブルって結構今まであったんですか、過去、他の機械とかの。他の機械あったよ、マシントラブル、うん、何回ぐらいあったんですか。とりあえず分解してみようっていうのは、ね、3、4回あったから、もうそいつらはみんな治んないで終わっちゃったけど。あ、治んなかったんですか。治んなかった。秋葉原に部品があるけど、はい、そいつをつけると、はい、あるそのなんていうのかな、機能が全く役立たなくなっちゃうっていうね、ことがあって、はい、それでも、まあ、いいかどうかっていうところをすっごい悩んだ、うん、でも僕はそこの機能が好きでそれを買った。そうだから、でもドイツ製だったんでドイツから取り寄せること、うん、あとは秋葉原で代用品を買うこと、うん、3倍ぐらい値段が違うんだけど、まあそうですね、で自分で直すこと、で自分で直すことを選んだらぶっ壊しちゃった。そこそこのゴム切ってキャストすればいい。それができないんですよ。それが一番いいの。でもそれがいけないんだよ。まず熱を加えらんないのと、あと耐圧に耐えらんないっていうね、さまざまなこと、あと肝心なる大外の型がそもそも規格外でない。だからないものは作るしかないっていう。そしてないものを作った結果こういう状態でございます。
けピスピスさせるんだ。これ引けば取れるんじゃないですか。取れない。取れないですか。ガパッて外すってことですか。あと多分ピス2本くらいは置かないと。でもここでも止まってますよ。通常は関係ない。書いてあります。電話してみて。ファックスって書いてあるの、これ。電話してみます。電話番号が書いてあるよ。ニューヨークなんだ、本社。Can I help you?持ち上げられてる。沈んでいく。上に上がる。あ、そっか。いやだから、え、なんでだ。いやだからここじゃ、ここ関係あるんじゃないですか。ここと思ってる。そうなんだ。そうなんだ。これがこうなって、これ引くんじゃないですか。だから。これでゴムの劣化だけだったら本当にシャレなんないぜ。いやでもこれ絶対重要パーツですよ。
だいぶ緩んだもんね。オイルだ。オイル周りですね、これ。払っておきますね。オイル周りだ。オイルがついてる。中身、あれだ、そうだ、やっぱそうだ。え？わかりました。わかったけど、特定なんでこの状態で特定できたんですか。電池系はついてる。どこですか。中心部の、はい、中心部のさ、はい、モーターあるでしょ、はい、この周りにこれがかぶさってるの。はいはい、回してるわけよ。ああ、雪像だ。わかった。要はここのモーターとこっちに連動してないから空回りだ。そう。正解ですね。カズミちゃんが言った。あ、そうだ。ここまで来てるっていうのはそういうことなんだ。で、こっちから動いてないんだ。うん、空回りしてるって言ってた。っていうか、それってダメだろう、この機械。え、それってパワー振り切って上げすぎたってことなんじゃないですか。30の。いや、違うんですか。劣化。要はそいつの発音劣化、経年劣化ですね。じゃあ、もうでもそれパーツ足りないじゃないですか、うん、どっかに吹っ飛んでるのを探して、
多分こっちの方がいいですよね。ってことはバラしてこいつ接着すればいけるかも。5発だけ打ってみたらいいな。まあ無理でしょうね。それキャストして作ればいいんじゃないですか。どうしようか。どうします、そういうことか。そうか、はいはいはい。あとワンパーツあるよ、これだったら。そうっすね、ワンパーツかスーパーツですね。ワンパーツでしょうね、3個に吹っ飛んで。でもこいつを直すためにはここをバラさないといけないんじゃないですか、うん、はいはいはい、そうですね。ワンパーツどっかにどうします。あ、いた、いました。ちょっと多分あ、いないか。この上にいないっす、ね、いないっす。でもこの内部で吹っ飛んでるはずなんだよ。あ、いたいたいた。でもこれ取ったとしてもこいつ外さない限りつけらんないですよね、うん、いました。ワンパーツ正解です。こいつをバラさないといけないな。でも原因特定は完璧にできたんですね、うん、今日はしかもこれ後ろ裏返しも外さないといけないんだ。どうすればいいんだ。こいつを外すにはこいつなるほど、原因特定できました。アイテムありがとう。原因は特定できたんですけど難易度高いです。これ、うん、時間経ちすぎて見てください、こういう形になっちゃってますよ、うんうん、これ抜いたら危ないですよね、うん、なかなかうわ、戻した。でもこれ外さない限りいけませんよ。あ、外せるの？はい。ちょっともう一回見てみる。ですよね。バイブでやるしかないかな。いや、バイブはいい。じゃあもうこれ一旦これはこれで。ああもうじゃあダメなんですね。劣化してるんですね。だってあのパワーでこの強度で割れちゃうってことはもうこれもうアウトですよ。そうね。カズピーさん、そうそう、その通りの。ジョンパーかけるとね、音がミーンって入るでしょ。あ、電波干渉するんだ。そう。へえ。それは知ってた。へえ。超音波な鳴らすと電波がダメになるんですね。そう。みんな聞きづれえだろうなと思って。へえ。じゃあ、あのカスピーさんが言ったこれあれですよ。これでゴム型切っちゃいましょうよ。これで完成で。で。唯一作りなのがワックスじゃないですか、この、あ、そっか、ワックス、そっか、だから、ワックスを
僕が綺麗にすればってことですよね。まあそうだね。了解です。要は肌身が途中からすごい、はい、ここまで見えると途中からなんかボコボコになる。ボコボコつってもう。だからそれをやり直せばいいんですよね。うん、次ゴム型業者に出しますか。あ、ていうか出せないのかこの大きさだから。出せないわ。いやー大変だぞこれ。いやじゃあカスピーさんがシルバー職人さん同業さんなんだよ。だから多分自分の部屋で超音波やってもなんか干渉するんでしょ。こんなだもん。うん、コッパみじん。ダメだ。すげえな。さすがにこれ直したってこれはめたとして回したら一発でパンってまた出てる。うん、ブーン。大丈夫ね。聞けないよね。わかる。大丈夫、聞けないんだ。あ、だから配信見てんだ。じゃあ全く同じ理由で配信好きなんじゃないの。でも配信聞いててもほら、超音波やった時に聞こえない。なるほど。あ、そっか、超音波を取るんだけど、これ何なんですか。これは彫刻台。彫刻台、うん、この上で、あの、タガネ打ったり、あの、かつったりと、石止めしたりとか。これ分かったけどさ、分かったけどどうしようもないですよね、うん、どうしようもない。これ一回も戻しましょうよ。なかったことにしよう。なかったことにしましょう。一回だから組み上げて、だから戻しましょう、うん、これはそうしよう。久々に使うとこうなっちゃうんですね。でもよかったね、半分だけ成功して。まあそうですよね、半分。半分だけ成功してよかった。半分だけカービングが楽に。カービングが楽、そうですよね、穴ぼこができてるわけだから、うん、カービングですよね。要は、増えてボコボコになるわけだから、カービングでカバーできる分には。石膏も脱法できない。あー、キャストのことね。キャストの時はね、石膏も脱法、そうね、言われてみりゃそうだよ。まあそれまでに直すよ。シルバーはどう？延期です、あの長くなりますよ。一回こっち染めちゃった方がいいんじゃないですか、上。うん、なんか一回オーバーホールしたくなりますよね、ここまでバラすと、うん。これさ、やべえよ、納期がさ、はい、なんか一週、もうあと4日とか3日ぐらいに迫ってる時にこういうことになるとさ、まあ、死にたくなります。誰かを殺したくなる。で、こっちにさ、無駄なっちゃう。ああ。悪い癖。ああ。で、焦るの。なるほど。やばいやばい。まあ、それは、悪い癖です。借りるとかいう選択肢じゃないんだ。でも気持ちはわかります。最終的にはなんかまあ知り合いとこ行ってとか、まあ貸してっていう、まあそうですよね。それを一番最初にやらないといけない。そう。そう言われるもんですよ。お前さもっと早く来ればいいのにさ、何やってたんですか。でもこういう時にあれですよ、カズピーさんの家にもし近くに住んでたら、僕はこのまま。あのカズピーさんの家にリアトツですよ。どうもーっつって。あー、ありがとう、ミンミン、ありがとう、花火。カズピーさん持ってきたんで、脱法機貸してください。っていう、その、配信。あ、カズピーさん持ってないの？脱法機。カズピーさんなんか、脱法はしない、キャストはしないって書いてありますね。だから、まあ、まあ、でも普通業者出しますもんね。職人さんなの？え、でもここまで会話についてこれてて職人じゃないっつったらおかしくないですか。カズピーさんも職人なんでしょ、知らないけど。
店番技術のないお前がなんで一番偉そうなんだってここは僕の枠だぞ久々のお箱さんやったな。まあそうですよね、キャストはキャスト屋さんに出します。同業っすね。え、磨き専門でやってんの？キャスト出すってことは原型師じゃないですか。原型？僕の予想多分原型だと思いますよ。原型でしょ？原型だと思う俺。原型でしょ？原型さん俺の予想。わかんない。そうもさいパターンじゃないですか。裏止めが落ちてるってことですか。ああ、よかった。はまんないってことですね。すあ、得意です、こういう小バイの。なるほど。もうちょい上げて。じゃあ、メーカーさんから、あの、量産のやつを受けてんの？外注で。で、あとオーダーメイド。ネジがあった企画あってますよね。これ後ろのやつが今度あの。わかります。ネジが違うとか、あ、来た来た来ました。小物から量産もやってる。なるほど。ペンチみたいなのがあります。パソコンじゃないよ。壊れてるの。工具がちょっとトラブル発生で今直してます。直してない。直してないです。治らないというところまで。
あ、ごめんね。うん。PC じゃない。ホーム。指飛ばさないでくださいよ。絶対ダメっすよ。後部でどうにかなんないですか。もうそこまで行ったら、あ、いや、いじらないで、爪楊枝かなんかでやった方がいいですよ。爪楊枝を中にぶっ刺せば。ああ、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 いや、いや、もう、もういいっす、もういいっす。爪楊枝。みんなごめんね。電波おかしくなってごめんね。あ、無理か。ん？もう下がらないっすね。そうでしょ。なんでだ。詰まってるんですよ。下げるところです。あ、切った。あ、いい、大丈夫です。それで OK ですよ。だって、これ上に上げたら。あ、いった。ナイスーだ。線どころじゃない。直りはしない。要はモーターとなんかモーターがあってでっかい。そこの次のところに行く歯車の繋いでるところがパーンって破裂してるの。バラバラになって。そう、要はパワーが連動するべきパーツがモーターとモーター、歯車と歯車を繋ぐ歯車がこんな状態に破裂してるから。この機械を
直すっていう作業は今日は無理。プロジェクターじゃなくてね、脱泡機、真空脱泡機という、多分ね皆さんは一生関わることがない機械ですね。普通の人は、あの真空を作る機械。下げないといけないんですよ。今度は下げる？はい。こういうこと？そう。ああ、はいはいはい。そう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 。お願いします。いや、ネジ。ネジ。そう。感じのネジ。いや、いや、まあ、わかります。そうなりますよ。あ、いやいや、もうずれてます。ごめんなさい。あの、ちょっと待ってください。ずれてますよ。そうです。いや、いや、入らない。入りました。いや、入らないはずです。家に行ったら。あ、危ない、指飛ぶわ、こんなもん。今度こいつも。そうそう、持ってる？何？真空機初トラブルだとしたら、ワドさん持ってる？違う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 、あのお笑いの的な持ってるわ。あ、そういうね、そういうことね。だからコメント下手なの。すいませんね、なるでしょ、そうそう、のコメントってさばきづらいでしょ。分かった、俺が言ってること。分かった。そう、ボケなのかマジなのか流れないワードの選択をするから。そうそう、ダメだよ、それ。そうそう、チョイスがね、そう。でも俺、そうそうのこと言えないからね。まあ、確かに、ゆいこさんもうまい方ではない。カレーオさんが絶妙にうまいんだよな、言葉のチョイス。下げないと。リスナーとしては、ね、これ、裏からだったらバンって叩けないですかね。イエス、こいつを。イエス、はい。じゃあ、こういうふうにすればいい。はい。全然こっち側の奥を叩いてほしいですよね。トントントン、奥っすよ。あ、来てます。あれ全然動いてないですね。あ、だからもうこっち側がグッと奥にちょっとやつ、もう一つの方がいいのかな。かなりっすね。ここ押さえたらダメです。ここが上に行っちゃってるんで、こっちを下げたいですよ。誰だよ、これバラしたの。誰だろう。くせやつだな。そうそう、終わったの仕事。それいい。それがちょっとバッて何そうな気がする。怖い。いや、だから
いや、それ、そこは、そりゃ、力学的に絶対そこはない。ないよ。そこはね、だって、中心点のもう、ここを叩くか、そう、そこを引っ張るか。あ、ほら。いい感じか。でも、これが取れそうで嫌なんですよ、僕。乳首が痛い。そう、そう。いやいやいや。これ危ない。叩いた方がいいけど、叩く場所ないですか？裏見ます、僕。じゃあ、いける、いける。あ、ないよ。あ、ちょっと、たがみ使えばいいのか。いや、わかった。とんかつください。とんかつ？はい、鉄がいいです。で高度がある、ある程度ハンマー自体が壊れない方が、そう、あ、大きい方がいいです。これでダメです。ダメです。初トラブル。そうそう、あ、いや、面が広い、面が平らで広い方が、そうです。お疲れ様です。請求書作ってんの？え、やっただけますか？いい感じで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、危ないですよ、ガンと落ちてきますから。そっちのさ、奥から上が叩いてくるね。さあ、そうそう、こうなったんだろう。なんでここはへこむのかが意味がわかんないですよね。なんかさ、はい、なんか取り付けると僕にやらせてじゃん、はい、ジャストにここが曲がる理由がわかんないですよね。そうそう、その請求書にの口座番号後で送るね。追加請求書こっちに入ってくる。なんでだ？あ、これが上がってる、そもそも。ここがずれてないっていう。あ、カズピーさん、そうそう、ロマノフなんだね。ロゴが見えたんだ。カズピーさんはあれ？東京の人？うん、そこ、今座った。そうだよね、座ったところを押せます？押せる？うん、うん、そう、なんでだろう。あ、これが重いから。いや、違うよ。これがさ、ここにくっついてきたらさ、はい、でもさっきそれでくっついてなかったんですよ。要は同じ、まあそうだね、条件は同じなんだけど、なんで急にここがへこんでんのかわかんないですよ。へこんで、うん、めかしくちゃやったからですね。なんだ、意味がわかんない。重力の法則無視してるんですよ。
電源入ってないっすよ。電源入ってない。結構歪んでる感じなんですよ。なんでこんなところが歪むんだ。あっつ、あっつ。あっつ。これ、ここのネジがおかしくないですか、そもそも。うん。そいつ一回緩めてもらっていいですか。そいつがおかしいください。なんなら外してください。全部入れちゃうね。これ押してください。奥に手つけて、こっち側を押してください。はい、あ、そのままです。そのままです。そのままです。こっちに押して、ちょい、そこです。そこです。待ってください。なんか変な付き方してるんです。あ、行ったかな。もう今いい感じ。今いい感じなんですけど、斜めになるんですよね。斜めになるのいいんじゃない。とりあえず斜めにして、はい、で次こっち入れて、うん。今度こっち側押してもらっていいですか。こっち。あ、ちょっと。こっち。ここ押してもらっていいですか。これはすっげえきついぞ。きついですか。うん。のこのすみません。だからそうなんでこうなるのかわかんないですよね。うん、歪んじゃってる。うんうんうん。これさ右上にさあれがある。
で、そこでガッチリハマったんです。で、今度板自体を下げるって感じです。それ下がんないんですよ。全然。歪んでるんですよ。これとこれが同じぐらいの長さ。なんで歪んでるのかがわかんないですよね。さっきまでついてたのに。どっちかがつけ方作ったやつ。いやもうこの辺を押すしかないんですよ。バン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 あんまりやっちゃうとさ、この炉の部分割れちゃうよ。そうなんですよ。だからもうバンバンっていうか、なんで平らだったものが平らじゃなくなったのかが意味がわかんないですよ、うん、なんでこっちに行ってんのか、何かが歪んで、あ、ちょっと待ってください。ついてます？そうですよね。で、逆もこっち側止めてたじゃないですか。それだとこっち側がダメだったんですか、ね、これ一回さ、うんうん、床に置く、うん、はい、やっぱそうしよう。よいしょ。沈んだんだろう、沈んだのか曲がったのかも分かんないですけど、これって外せないですか、うん、外せない いやそれさっきやって無理だったじゃないですか。いや、大丈夫。ちょっとさ、はい、いや、だって止め突っ張ってるんですよ、うん、あ、そうか、うん、タオル、その止めを外した。さあ、で、どうしたい。あ、ちょっと待ってください。せーの。侍地に出して。
緒ですよ。要は逆になっただけなんで。要はこっち側はめたら今度こっち側がへこむんですよ。だから完全に板が歪んでるとしか思えないですよ。いや、緩めてください。緩めてください。これ分かったかも。そこに緩めてもいい。グラグラに緩めてほしいです。ギリギリつ、それぐらいですね。これで、上がらないかな。いけます?いや、いけない。いけます?見えないですよ、僕の角度から。なんでこんなになってんのかわかんない。分かったかも。これが分かった。後ろを外すんですよ。これを、うん、でつけた順番が前ついてたじゃないですか、うん、これがちょっとこう浮くんじゃないですか。テレビわかります、うん、これを外して、うん、そこを外して要は正面最後に外したじゃないですか、うん、あれが正しいんじゃないかな。じゃあ正面から入れるってこと正面かなっていう、うん、なるほど。そうかな。外してちょっと前のめりに本来はつくんじゃないかな仮説。これ外したの最後ですもんね。そうですよね。ペンチってあります？それでいいんだよ。はい、こいつを先につけちゃうところでしょ。そう。なんだけど、この穴が穴のそのさっきのなんていうんですか、留め具っていうんですか。それが痛い。留め具痛い。ここ。こっちもぶっ刺しちゃえば。とりあえず。いや。いや、こっちを止めちゃうと結局こっちが今度奥に入っちゃうんですよ、うん、だからそうじゃなくてこれがケツが少し浮いてる構造なのかな仮説です。
最初の状態見てないんで分かんないですけど、ちょっと前の耳にこういう構造なのかなと思ったんですよ。なんだ、板が沈む理由が分かんないんだよな。なんでこれ全部、これは一緒なんですか、企画は。うん。え？横から？そう。真ん中からつけたらバランスは取れるはずなんですよね。外すときこんな苦労しました？うん。何なんだろう。こんなことになるんだ。こっち今抜いたんだっけ。はい。で、穴が見えないですよ。歪みなんですよね。ケツが完全にガッて歪んでるんですよ。スガメドイン USA。 バカで武骨でパワー系の。とかなのかなとか、わかんないですよね。これもちょっと浮いてるじゃないですか、ここは。これとこんなグラグラしてました、うん、ってことはこれが上にピタピタにつくはずなんですよね、うん、このクッションでそうなってんのかな、バネで。これでどうすか。そうそうそう、見えないんですよね。あ、いた。ライトもなってますか。
や、じゃなくて こっちをじゃん。はい、いやいや、ライトで構造を確認したいですさっき落とした。いや、いや、いや、僕さっきもういじってないですよ。こっち側の見てください、手を。ここをこっち側だけ上に上げてもらってもいいですか。そうです。あ、いやいやいや、そんなにあれなくていいです。クソみてえだな、これ。アメリカ人。見えてます？見えてないっすか？見えてない。で、左とか右とか分かんないっすね。見えないっすよね、角度的に。あ、全然違う。こちらに行くわ。どうっすか？見えますか？もっと下がね。あ、違う、左だ。ああ、ずれる。トップって言ってもらえますか。うん、もう来てるはずなんですけど、まださ。あと、下にグッと下ろす。下をピタピタに下ろしてるんで、箱がずれてるんだ。箱の方のずれです。箱上げですね。いや、逆です、逆です。上げます。そうです、そこです。そこです。あ、わかった。甘いんだ。はい、オッケーです。ちょっと待って、そのままこれに落ちこっち側は行ってないんですよね。ちょっとこれここ踏んでてもらえませんか。その前にちょっと待って。はい。パーツがどこか行っちゃった。このパーツはあるでしょう。このパーツはなくなっちゃった。ちょっと
いや、そこ止めちゃうとこっちの絶対はまらないです。さっきまでハマってたのに急にこんな歪み立つするのかわかんないですこいつはじゃあ何なのこいつは入れちゃうといやだからこれがグラグラしてなかったってことはこの上の箱がピタッと上にくっついてたってことを意味するんですよ、うん、なんでこんなずれんだこいつをきつく締めたりしてないですもんねこういじってないですよね、うんうん、B 版なんだトンカチありますかトンカチ置いた忘れたこれこれは何だこれ何なんだろう分かんないですよ姉さんですいや、根本的なズレですよ、ここのこの指一本ですよ、関節そうだ、ね、こんだけズレてるんですよ、うん、これが意味が分かんないですね、一人が持ち上げてる間はそうしかないのかなと。
じゃあ僕やってるんで、ああじゃあやってもらおうか。これで。でも、こんなことってあります？こせー、いきますよ、せーの。よし、痛い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 。いいよ、いいよ。うわ、腰痛い。で、は言ってます、ねねね、今ので理論上言ってるのはこっちもいけるんですよ。こっちが止めちゃったいですよね。そこえいや見えてはいるよ、さっきよりは、はい、ちょっと待って、これが取れそうだと思う。せーの。いや、全然ダメだ。え？隠れちゃう、逆に。いや、だから、これが意味が分かんないですよね。どう考えても歪みなんですよ。これで普通に、なんか、いける感じなの。え？ああ。だから、明らかに何かしらで歪んじゃってるとしか思えないですよね。うん。単純にこれってさ、どうなの？そう。この止め方って取れない。じゃあいけないやつだと思うんだよね。だってここにあるからね。曲がってんのね。なんで曲がったのかわかんないですよ。だから逆にもうこっち側は仮止めじゃなくてバチ止めしないといけないんじゃないですか。こいつは？その上げてる状態で。ああマックスのへあいやいやいやマックスの平行になってる状態じゃないとダメです、ダメです、ダメ、今ダメです、今ダメ。そうじゃなくて。一回下げていいですか、うん、でもこっちもまだつけてないの？大丈夫？いやいや、もうそれを無理やり構造上やっちゃうんですよ。だからもう歪んじゃってるからその普通の理論効かないんで、こうやると平行になるわけじゃないですか。ありました時にもこの状態で止めちゃったらこの状態でいけるはずなんですよ。なんですか、うん、相当歪んでますよ。いや、そこに止めちゃうとダメっすよ。沈んだ状態で固定になっちゃうから。あ、そうかそうか、そういうことか。いや、おかしい、これ。
これは逆に止まるんですよ、こっち側は。でもそれは下げた状態で止めないとダメなんですよ。じゃあ中が止まらないはず。まあそうだ、でもここさ、ちょっと下げてはい、はい、ああ最悪、あの、ここ飛びました。今のこのカジノちゃんリボンでいくと、こいつ今はめた時にもうこれはもう浮きがなくなったわけよ、はい、だからもうこれ以上こっちは止まんないんだよ。今どういう状態ですか。今もう3分の1も見えないぐらい、本当にかすいてるしか見えない。それが意味がわかんないんだよな、うん、だからちょっと待って、はい、あごめんね、さ浮いてるだけだったらいいんですけど、多分違うんですよ。あ、分かった。これ真下に下ろせば大丈夫。あ、いける、うん、まあ、米国に勝つってこういうことですから、そういうことだ。勝つまで、そう、なんだっけ、欲しがりません、勝つまでは。そうそう
その精神だよ。そうですよ。ザッとダメなんだよ。こっちはとりあえず OK で、そうよ、二次トラブル発生しまくりだよ。クソバイス、クソバイス、クソみたいなアドバイス、クソバイスですよ。偉そうに、只見の分際で偉そうに。あ、そうだ、これが奥に入っちゃってます、さっきの。ああ、パーツか。はい、どこ行ったかわからないです。でスコーンって言っちゃったと思うんですよね。振ってこっち側に振るかみたいな、こっちでしょ。あ、そうです、マジですね。カラカラカラーって言ってましたね。バリが半端じゃねえ。そうやな、去年さ、いたいたいた、今、あ、いや、もう、行けますよ、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんなさい、いい、去年、USB って流行った。いや、それ僕、いまだに知らないんですよ。そうでしょ？いや、マジですよ。本当にテレビ見ないですもん。だから、小川祐希さんが USA、USA とか一人で言ってんの。言ってんのこのおじさんとかも。いや、流行ってんですよ。紅白がとか、なんか言ってて。俺でも知ってるよ。あ、いや、だから。テレビ見ないよ、僕でも。いや、テレビ見ないし、ニュースやめたから、こうなっちゃったんですよ。これ全部か、はい、イエーイ、よしよしよし、じゃあまず一個一個、さっきの歯車のパーツを何かしらの形で鉄パーツで噛ませられたらクソかっこいいですよね。もはやこれ作れるんじゃないかっていう感じが起こしますよね。なんか工具屋になりたかないよ。え？工具屋になりたかない。でもまあなんかこの最低限のシルバー作るパーツは全部直せるってかっこいいですよね。どこにトラブルがあってもホームセンターのパーツで絶対直すまん。カズピーさん今仕事中？そうなんじゃないですか。1枚です。
ってないとこないよね。大丈夫ですか。こっちのとこも飛んだんすか。今飛んだ。じゃあ裏っすね。あのクソみたいなコメントいいっすよ今日は。クソなんで。ねえ、そっか。バカは死なない、治らないんですよ。ああ、わかんないっす。絶対にないけど、これでさ、動いたら本当腹立つ。ああ、絶対にないっすね。絶対動かないっすね。動いたら本当、あの心霊現象並み怖いっすよ。なんだろう、脳と脊髄断裂してるのに体動いたみたいな話ですからね。してやってるじゃない。絶対動かないですよ、もう分かってるじゃないですか。答え出てるじゃないですか。分かってくれ、もう確認ですよね。ここがだから空回りするんですよ、絶対。で、ライトバードの展開がないと。さすがやな。ライトを見てみたら片方だけ回ってて、どこだろう。片方だけ回ってて、片方だけ回ってない。あそこですね。100%そうですね。あそこを回してあげればさ、ここ、はい、回して、あ、そうか、ねえねえ、あそことあそこをさ、こう、オス、メス、はい、オスみたいな感じになってるじゃん、はい、で、ここの真ん中がないじゃん、はい、こことここをさ、直結させてさ、なんかでも全部止まる。ギアが噛んでなければって話ですよね。要はここの変換のギアがなければ別に一緒にくっつけちゃっていいパーツではあるんですよね、うん、おっしゃる通り。でもギアのがある場合、その噛み合わせがずれる構造なのか何なのかがわからないんで、それがあった場合大変なことになりますよね。パーンですよね。それ、はい、これロングビスだ。いや、
だからこんなプラスチックみたいな素材でよくつなぎ止めようと思ったなっていう感じですよね。言ってみればそこを一番コアに働くと、結構そう、ここが一番力がかかるところなのに、なんでプラスチックのこんな素材で止まると思ったんだっていう。そんなんこれ、その柔らかいつが硬いプラスチックですよね、その粘りのない、うん、割れやすい、うん、だから全部斜めに亀裂入ってるの、パワーが回転のトルクのパワーで亀裂入ってるんで、こんなのうまくいくはずない。こていうかこれ鉄でいいはずなのよ。鉄はちょっとあっちがダメになっちゃうよね。あっちは、うん、2つこっちのこことか。おお。まあいいか。まあいいや。まあまあまあそうする。とりあえず原因は分かったからいい。やった感も半端じゃないし。確かに。謎の達成感が何も達成してないの、失敗してるのまあまあ、まあ、失敗は成功、成功のもとですからね。だから日本でもこのパーツここまでやった業者はなかなかいないはずですよ。これでもちょっと後にちょっと直してちょっとなんか直すっていうか、これ本当にバラして、本当にバラしてですよ、こうはめてこう入れないといけないはずじゃないですか。バラバラにオーバーホールですよ。そうそうそう、はい、どのパーツがないかってさ、はい、言われた時にさ、これだ、うん、あのこれ、これが壊れてからって言えるじゃん。はい、うん、で報告しようと思ってさっき電話したのに出ないから。はい全然聞きたくないんだろうきっとまた僕が文句言うと思う。めんどくせえってそうそうそう良い子から連絡あったみたいな。絡まれる。わけわかんないし。どうすんだろこの放送、鉄と鉄じゃダメなのかな。鉄と鉄だと摩擦が起こるのかな。何なんだろう。なんでこんなクソみたいなパーツで繋いでんだろう。幽霊だから。ここは鉄と鉄で行くべきだと思うんですよね。こいつ自体も鉄で作った方がいいと思うんだけどな。考えてやってんのか、考えてないでこうなったのか。壊れたってことは考えてないんですよね。あー、さすが素直じいやさん、失敗は失敗だ、何の役にも立たん。あー、さすがですね、失敗し続けてる素直じいやさん、ジーヤさんの言葉なんで勉強になります。ありがとうございます。失敗する人は何やってもダメなんですね。ありがとうございます。先輩、僕らは違う生き物なんで、でご心配なく。
言われますよ、多分。このサイズにさ、ワイパーさ、別にさ、ダメっすよ。こことこうビタビタだったじゃないですか。これを全部外して、全部一回こことここを離さないといけないですよ。だからオーバーホールですよ。それわかんないけど、はい、あの真空ポンプをね、はい、あの中古で買っちゃった方が早いかないで、まあまあ、スライでさ、はい、中に入んなくても、じゃあ今度外、外出しして、ここのとこ開いて開くじゃん。今日はここさえ繋がってるんだけど、ね、この心臓部だけ変えちゃえばいいかな。ああ、いや、ダメですよ。だって、もうここビタビタにくっついてるわけじゃないですか。だって、どちらかを取り外せるまでば、バラさないとダメなんですよ。多分バラッバラにするんですよ、これ。マジで。はい。だから、たったこれだけのパーツより、多分買った方が早い問題になると思うんですよ。お得意なね。はい。メーカーお得意なやつね。そうですね。多分こいつをドイツから取り寄せる工賃と、あとこいつをバラバラにする人件費を考えると買ってくれって話なんですよ。でもこういう業者とかってメーカー保証とかないですかね。メーカー保証だってもうこれ国切れてる。何十年前にさ。ああ、じゃあまあないっすね。ごめんね、お疲れ様。原因が分かった。真空ポンプの、中のさ、中にある歯車がさ、あるんだけど、それの部品が、要は劣化、経年劣化で壊れちゃった。うん、それのパーツがまあ4パーツにバラバラになっちゃって、そうそう、1つの歯車がね4つに割れちゃって、でそれもう直すにはどんな感じ？うん、中古とかあるの今？それってさ、全く同じメーカーのロマノフが何使ってるか分かんないけどさ、なんか安価なもので中に入る基地寸法に入るやつじゃなくても、外に出ちゃってもいいだったらいける感じ、ホースだけつなぐと。うん。あ、ほんと。やっぱいるんだ、そういう人は。なるほどね。うん。うん。そう。
そうでしょう。そうなの。そう。本当だよね。なるほど。そっかそっか。パーツ、まあそうだな。まあ、それが一番手っ取り早いっていうのは一番安い感じ。じゃあそしたらもしでさ、なんかあれが出たらさ教えてくんない？うん、お願いします。はい、ありがとう。外付けってことですかよ。まあ、外付けが一番早くて安くていけるんじゃないですかねっていう、いけると思いますっつって言ってる意味が分かりました。うん、そう、それでやっぱしこの、はい、あれは裏抜いて、この要は台として使うってことですよ。そう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 いうこと。パソコンの外っていうのは外見、はい、箱だけで、はいはい、そうで裏からつないでそうですよ、ね、ぶった切ってそういうこと。あ、ごめん、せーの、ちょっと入っていいですか。はい、はい、お話します、はい。工具から買ったんじゃないの？どういうこと？工具から買った工具の方が工具から買った工具から買った工具屋から買ったんじゃないの？工具屋から買いましたよ。すげえ長かったね、うん、理解するね。いやいやいや、わかんないです。工具から買ったのか工具から買ったのか日本語って難しいですよね。全然わかんない。矢が一個ないだけで意味をなさなくなるっていう、うん、あいや今工具屋さんに電話してます。よく道具はやっぱ使わないって言いますよね、バイクとかも。そう、車とか使わないよね。使わないですよね。使わなくなる。使わないですよね。だってそれなんだろう、カズピーさんじゃないけどさ、うん、同じような感じで昔動いた、うん、時にさ、はい、キャスト機なんか使わないもん。ですよね。使うことなんかしないからね、うん、当たり前のように、うん、これすんたら詰めちゃったしね。
YouTube の新着動画があります。順番がアップロードした、うん、朝7時の動画だと思いますこのタイムシフトだと思います。はい、こんにちは。シルバー作ってんだけど失敗した。あの次の工程でカバーする。分かった、なんでこういうんですか。あれなんですね、多分ここを作ってるメーカーが多分その右と左のパーツが別の会社で作ってるんでしょうね、多分。で、真ん中をそう、あのこれで止めようとして、うん、なんでこの構造だったら、さっきよい子さんの言う通り直付けした方が耐久性上がるわけじゃないですか。うん、多分その中のパーツ自体が別仕入れなんですね。うんうんうん、っていう妄想をしてました。なんでこんなバカな作りにしたんだろうっていう。いやでもアメリカ製に限らずさ、はい、海外製のものって、はい、同じものでも年代によって中身違うからね。あ、うん、当たり前のように。
そういう感じなんでしょうね。うん、で、ないって普通に言うからね。うん、ちょっと壊れてもないですか。日本のメーカーの保証が手厚すぎるんですよね、逆に言ったら。そうだね。日本人が真面目すぎるっていう。ありきでみんな買うからね、保証書ついてるのってよくみんなそうだ気にしてるするのに俺なんか気にしないけどさ、うん、あ僕も気にしないですね。そういえばこの間カメラ屋でもあれでもなんか傷の話でやってたもんね。そうでもみんなつけとけつけとけって言ったけど、うん、いいね、ありがとう。どうしますこれ。なんかありがとう。それちょっと時間ちょっと直すんだ。ちょっとトライするんですよ。これでも鉄で作ってもいいと思いますけどね。なんかでもすげえ悔しいね。あと一回、あと一回だったな。ですね。ワイヤーとかで縛ってもいけそうな気がするんだよ。もうバラしゃくね。ああ、もちろんもちろん。もう嫌ですけど。手で作りなよ。え？手で作りなよ。返し手で作る。は？無駄？やだよ。これが出てきた時にちょっと感動したな。あ、振動でその石膏を振動でやってたっていうそのことですよね、昔、うん、で、あ、これあったわっていうことですよね。すごい。石膏師さんとかさ、はい、あの貯金でもそうだけど、はい、あのちゃんとそういうバイブレーションがあるの工具として、はい、でもそれを買うのは、はい、あまりにも人バカらしい、失礼だけどバカらしくて、うん、あ、これでいいや、そう、それでいいやって思ってそれ、これ俺の家にもあったかな。昔な、ね、昔の家にはいっぱいみんなあったでしょ。ですよね、うん、どの家庭にもあった。これっていくらぐらいぐらいで売ってた器具なんですか。昔、うん、だってこれ今売ってないじゃないですか、これが。いや、売ってるよ。え、これ売ってんすか。うん、これいくらで売ってんだろう。え、この形見たことないですよ、僕。どこで売ってんすか。どこで買ったか、いくらかもさっぱり覚えてない。でも高くないっていうイメージだったよ。高くないんだ。これ子供の頃親父にやった記憶があるんですよ。ああ。
親父あの格闘技やってて体やってるじゃないですか、うん、だから5分間当ててくれっていうで10分ぐらいずっとこれを当ててる記憶が蘇るんですよ親父にブーンっつって。良き思い出なんで、それとも嫌だったんですか？別に普通に、あもう日課みたいな、当たり前当たり前なこれを親父に5分当てるっていうのが当たり前だったんですよ嫌でもなく、なんでもなく、なんか朝飯の時間みたいななるほど、はい、良き思い出思い出なのかどうかわかんない。なんだっけ、あの、1億、なんだっけ、1億なんだっけ、お父さんの話。あ、2億慰謝料 2億トータル払ったらしいですよ。すごいよ。すごいっすよね。芸能人見てたろうって言って、笑ってましたもん。確かに。やっと養育費払い終わったよって言ったよ。弟が高校卒業だから18歳まで慰謝料払うっていう契約だったらしくて、慰謝料じゃなくて養育費か、うん、3人分じゃないですか養育費、うんうん、で新築の家を袋に分取られて、うん、怖っ。これはみ出てる。全体の。それでもワックス作れるんですか。え？これ。作れる？作れます。いいんじゃない。そこのところちょうど鼻の。ガムテープかなんか貼っとけいいっすよ。いや、鼻の通り、あの抜け道でいいんじゃない。あ、抜け穴も作るんですか。抜け穴は普通はつけないけど、はい、あの時と場合による。まあなんとかできる、うん、あじゃあただこのゴムを切っていった時、まあ、ゴムケツから切ってこっちから切っていくから、
夜道があるから、はいはい、こう切ってってここら辺からどういう風な、もうこの通りだと思うけどね、ブツ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 、うん、あ、そうですね、もうそれをデザインだって言い張ろうかな。みんな聞いてるよ今。いや、それはそういうもんだからっていう。この気泡を表現したんだって言い張るっていう。自然からもらった。そう。半分は、半分は、こういうデザインで、半分は海を表現、海の泡を表現したんだとか、適当なこと言って。こういう作品だからって、アートだから。適当。それをみんなに。買い替えちゃう。そうそうそう。いやでもそういうもんすよ。そういうもんすよ。誰が身につけてるかですから。僕が作ったんで。大丈夫です。この失敗も含めてドラマなんで。ね、買うよね、みんなね。4姉妹どこ行った？ 4 姉妹。4バカは不適されて。雑談たぬきと今日はモグリンじゃないですか。今日は居心地悪いから他行くっていう。ボン、猫の目、ニンニ、金魚姫は多分しばらくロムーンです。一週間ぐらい。もうアイテムくれない。でもそうそうボンからさっき、なんかさっきからあれ延長代くれてますね、はい、でもコメント書かないです。買えって言われるから。いる？買えよ。あ、そっか、明日の撮影忘れてた。どうしよう、ワイシャツどうしようか。あ、いや、明日買おう。いいねよ、無理。買いだめ。ワイシャツ、メガネ、ネクタイ。ネクタイって何？何でもいい。何でもいいらしいですね。指定は特になかったですね。ネクタイなんかもうしばらくしてないですよ。100均でネクタイ売ってるの知ってる？あ、じゃあ100均で買います。うん、なんかいろんなの売ってるよ。マジですか？ダイソーっすか？ダイソー、そうそう。へぇ、シャツも売ってるし。え、マジっすか？うん。でもどうなんだろう、撮影でダイソーのシャツってなんかスケスケですよ。スケスケですよね、多分。いいんじゃないの？逆にそっちの方がいい。あ、でもなんか濡らすがどうのこうのって言ってたから、必要以上にスケスケになっちゃうね、うん、誰がその写真求めてるんだって。ワードリーズでしょ。ワードリーズ。いや、飯食いましょう。飯食おうか。Thank you.
もちょいだなし。片付けて帰り飯食いますか。うん、そうしよう。そうしましょう。これってそのゴム。ああ、すいません。なんかクラッシュしますよ。大丈夫。洗う感じですか、ゴムのやつは。洗わなくていいよ。そのまま乾かす、あの乾かすというか、はい、硬化させて、ピリ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 。魚介のつけ麺ラーメンありませんよ、あの通りに。魚介のつけ麺、はい、あると思う。あそこ行きません。ああ知ってはい、あそこのこと知ってて行ったんだ。いや、なんか朝来るときに気になったんで行ってみたいなと思って。いいよ、はい、これも行ったことないから。
じゃあ、この、持ってきてない。あ、ごめんね。持ってきてないです。じゃあ、今日の放送はこの辺で終わります。ゴム型でした。お粗末様でした。どうも。あわあわで3分。これか。はい。こんな感じで。あるかな。半分は、透明ですが、上は自然、海と、海の波打ち際を表現して、泡の粒々が入ってるんで、作品ができた時にこのデコボコを楽しんでくださいね。この下で逆さまになるんで、下の方はあの泡の粒々、あのまあ海の泡というか、まあ、月だよね、月のクレーターを表現してますね、こっち側は。でこう地球、下は地球のこう滑らかさ、上は月だから、地球と月っていうこの大丈夫、この放送見てないやつは、あ、そうなんだ、素敵ってなるから、さすが和道さん、さすがクリエイターということで、はい、お疲れ様です。はい。